生還です。次世代のためです。反骨精神です。有限会社エムズの、代表取締役をしております増谷武と申します。事業の内容はですね、アパレル関係の衣料品の企画開発、製造を主に、やっております。はい、ナルクスホールディングス、取締役の北川誠太郎と申します。よろしくお願いします。弊社はですね、大阪の山崎でプラスチックレンズのですね、射出成形業を行っております。私の方はですね、昭和スプリング株式会社の北村正弘といいます。代表取締役になっております。事業内容はですね、金属の板バネを富田林の方で作らせていただいております。私ところはですね、洋服関係の製造をやっておりまして、このコロナの影響で、大変、厳しい状況がありますので、自分たちで物を作って売ろうということを始めています。で、実際今、ベストレングスという洋服ベストレングスというブランドで、皆さんのお困りの洋服の中でのお困りごと、丈の長さ、着丈ですね、で袖丈、で股下丈、これを、オーダーをセミオーダーできる、セミオーダーできる仕組み作りをしようということで、このもの作りを B2C に向けてのシステム作りですね、それを今構築をしているところです。弊社はですね、この光学設計技術ですね、を特徴としてまして、そこでですね、弊社で今まで培ってきた技術をですね、用いてですね、中で今現在チャレンジしていることというところはですね、植物に対してですね、LED で光の波長をコントロールして、光のレシピで植物のですね、機能成分を高める、例えばオメガ3だったりプラボノイドだったりという、この機能性の高い成分を光のレシピで高めようということを、大阪の大学の先生とですね、一緒に共同で大学の先生と共同で研究を、させていただいています。私の方はですね、板バネっていう、作るのが得意なので、現場の方でね、ものづくりの現場ってこう、金属のこう、定規を使ってるんですけど、それをこう止めるクリップみたいなのをちょっと開発。もしかしてその、そうですね。これですね。こういうのをこう、開発してまして、それをちょっと販売を、少し、開始させていただいているかなっていうと思ってます。以前はアパレルもやってたんですが、1回展示会するのに200万とか300万かかってたやつが、クラウドファンディングだともう本当に少ない開発費とページを作るぐらいで、コストで、宣伝ができるので、B2C はすごい魅力的だったんですね。で、やってみると、確かにすごくいいこともあるんですが、思いもよらん、もう消費者さんですね、直お客さんの方から、すごいクレームが来ました。来ました。今は携帯でメールが受けれるので、メール来たら、ドキッとして何を言われるんやろ、書かれてるんやろという。あとあれですかね、その B2B と B2C ではそのこうクレームのなんか中身とか全然違いますか。違いますね。この、金属のこの定規なんですけど、これは結構現場の製造現場で結構使われてる直着定規と言われるものなんですけど、ちょうど2年半くらい前ですかね、コロナが来て、特に
自動車部品業界が受注が激減しまして、まあ弊社の方も B2B でまあ、ビジネスさせていただいてるんですけど、まあ、B2C で一回なんかこうインターネットでちょっと販売してみたいなと思って、今まで B2B だとこうなんていうんですかね、お客様とこう交渉して見積もりを出せばこう値段が決まってたのが、そうですね、こう自分たちでこう決めるって、はい、結構難しいなといくらやったら売れねえみたいなこちらの方はですね、まあ、板バネでまあ、パイプをですね、はい、こう接続するんですけど、こう実はこうボタンがありまして、押してこう外すと、はい、まあ、ちょっと実際やっていただきます、はい、どこに板バネがちょっと入っているんですか単純なんですけど、今日キャンプ用品とかで、そうですそうです、はい、そうなんです、はい、で板バネってなんかこう結構どんなところに使われているかどうかわからないので、でまあまあ、B2B のお客さんもそうですし、はい、まあ、B2C のお客さんもなんかこう、まあ、黒子の部品なので、まあ、ちょっとどんなところで使われるかみたいなので、これも実はインターネットですいません販売させていただいてで今までこういうバレンってこう企画品っていうのなくてですね、そのお客様がこう言われたものをこう作るっていうパターンなんですけど、まあ、今回はこれをこうサイズごとに自分たちで、先ほどのセミオーダーじゃないですけど、はい、自分たちでこうもうある程度こう寸法を用意し、大きさを用意しておいてですね、まあ、それをまあ販売するということをさせていただいています。これ、はい、カメリナオイルといいまして、お、はい、皆さんご存知ない方たくさんいらっしゃる、ちょっと良かったと思います。なんかこう、はい、パッケージもそうですね、おしゃれですね。 ありがとうございます、はい、弊社のですね、はい、あります大山崎が日本の油の発祥の地でして。あ、そうなんですか。ありがとうございます、はい、まあ弊社レンズをずっと作ってる会社なんですけど もう最近デジタルカメラに置き換わって、うん、もう全部こうディスプレイ上でこう、うん、見ながら撮影する形になってしまって、うん、で実際もその事業自体がほとんど激減してしまったんですね。でだからもうプリズム自体がもう使わなくなってしまって、うん、やはり事業として、まあ、光学設計で製造までやっていますけども、うん、光の技術が活用できる、うん、はいはいはい、事業でなおかつこの社会として役に立つことができないかなというところで始めたのが、うん、この まず農業の事業で、農業なんですよ。カメラと農業は結構違いますねそれがいいですね。はい、まあ、このコロナがやはり一番のきっかけですね、うんうん、私ところはアパレル関係さんのお仕事なんですが、うん、ちょっと特殊で、はい、各アパレルメーカーさんであるとか、テキスタルメーカーさんの見本品ですね、展示会用の、商品を数多く作ってます。2月の末3月頭になると全てキャンセルということになって、コロナで、コロナで、はい、で展示会が展示コロナで展示会がなくなるので、そうですね、御社の方の、はい、そうそれもなくなっちゃって、はい、キャンセルになっちゃって、もう目も当てられないくらい。あ、でそこで、これはもう B2C、はい、でしか生きれないんではないかなということがありまして、それまでまあクラウドファンディング2回ほどやっておりました。まあその経験をもとに、自分自身の会社の中でも開発ができるので、はい、そこで、短期間で開発したものを1回、クラウドファンディングに、チャレンジをしたと、はい、まあ、したところ170万円ぐらい売り上げをしました。で仕事を作るためにということで、自分たちが全部、自社で、写真もうほとんどですけども、チャレンジページもホームページも、はい、自社でやられたんですか。はい、ロゴも作ったりとか、ね、まあ、全部私好きなんでするんですけどまあそれをもとに、やはりその業界の方々の、うん、新しいチャレンジの、うん、サポートができたらいいなと、うん、まあ先ほどおっしゃられたように、まあ、松谷さんと一緒でやっぱりその、まあ、コロナってね、やっぱり、まあ、いい機会だったんですよね。
で、もう一つはその B2B のビジネスでとやらせていただいているので、その、まあ、B2C っていうのを一度やってみたいっていう気持ちが一つと、まあ、一からこう設計をして、で自分たちで作ってみるっていうことを、まあ、やるのはどうかというのがありまして、まあ、こういうのもこうもともとはこういうのがついてないので、そのこう現場でこの状態でこう使ってるんですね。でそうするとこう機械とか使ってるとポロッとこう折っちゃうので、まあ、それをこう、まあ、うち板場にあやしなんかできないっていう話から、まあ、これは私が考えたわけじゃなくて社員さんが、まあ、これを考えて、まあ、そのなんていうんですかね、こう売れた時1個だけなんですけどAmazonで売れた時にまず私が感動して売れたよみたいなそれ分かります。え、分かります。恥ずかしいんですけど、まあ、そういう単価なんですけど、売れたよっていう嬉しさと、まあ、それをまあ何て言うんですかね、この社員さんと、まあ、共有できるというのが、はい、まあ、それがこうなんかこう原動力になってるかなっていうふうに思います。そうですね、カメラをこの、まあ、基盤としてこの光の設計技術ですよ、ね、のノウハウを、まあ、例えば車だったり医療だったりっていうふうに活用していく際に、で、まあ、デジタルカメラだったら市場の変化で変わってしまいましたけど、食と農業ですとかヘルスケアっていうのはもうなくなる事業ではないので、そうですね、必須ですね、必須ですから、はい、この自体はなくならないものなので、やはり弊社のコンセプトとしても、はい、300年経営というものを目指していまして、300年持続して、経営できるものといえば何だろうなというところで、まあ、食と農業、うん、ということでこの、うん、事業をやらせていただいております。実はこれプリーツ加工をかけてまして、シワ、はい、になりにくくて畳みやすいという商品で、よく女性の方が室内の体温調整とか、そこの UV カットとかでこうカーディガン着られるんですけど、それをコンパクトにした商品です。ちょっとこれ大きいんですけど、160センチの人用なんですが、服に塗ると思わなかった。すごいいいですねこれ。なんか マスクと合わせません。このように男性ではね、あまりこのプリーツ加工の服は着ないんですが、女性はこういうプリーツのスカートとか着られている、そういう加工なんですね。で熱を、折り目を、つけて真空炉に入れて、でこの形状記憶をさしているという、これをですね、はい、去年かな、はい、クラウドファンディングして、はい、目標金額達成はしなかったんですけど、ただ女性の方々お客さんすっごい評判が良かったので、はい、これはいける、うん、手応えをという手応えを持ってます、うん、はい、特にその、はい、ヨーロッパの有名メゾンが抱えているブランドさんとかですね、うんうん、そういうようなところらへんが、と取引がしたいということで、国内特許と海外優先権 も設定いたしました。まあ、全社的にやはり取り組んでいますのが、やはり、製造業の DX 化というところを進めておりまして、なかなか今現在、まあ、コロナの影響で物流コストも上がってますし、電気代もかなり、上がってますから、そうなんです。だからやっぱり落とせるところを落としていかないと、ね、新しいことをチャレンジするのにもやっぱり、利益を上げていかないと新しいことをチャレンジできないので、やはり今現在全社的に取り組もうとしているのは DX 化、で無人化の工場を進めていって、はい、で少しでも利益が残るような、日本でものづくりをやって利益が残るような形を作っていくっていうところが今一番中心に進めている新しいチャレンジです。このバネなんですけど、まあ、通常、まあ、金属のバネってこういうステンレスのこう色がしてるんですけどね。で、まあまあ、バネなんで皆さん大体普通はまあこの色かなっていうふうに見られるんですけど、まあ、それにまあ
ちょっとこう色をつけていくと、はい、いうことで、まあ、こういうあのパイプっていうのと実際にこうしっかりこう止まってるかどうかっていうのをこう目でこう確認できるようにするのも、まあ、一つかなと思って、まあ、そういうニーズがないかなということで、まあ、そういったことをまあ少しずつ、まあ、あの自分たちでできることをまあ少しずつこうやっていくことをやらせていただいてますね。はい、はい、私がチャレンジし続ける原動力は反骨精神です。やはりその商品をアパレル商品を売る場合に、売れるだろう値段という、これでないと市場は受け入れられないという、その中から、デザインがあり生地があり、まあ、メーカーさんの利益がありますね、本来ならばかかった、工賃があって、素材があってという積み上げだと私はずっと思ってるんです、それをなんとか打破するためにも自分たちでオリジナルを作って、それが消費者に受け入れられることによって、今まで、その下請けという押さえつけられた会社が本来のものを魅力のある消費者が欲しいと言われる納得していただける商品を提供できるんだというそこまでなんとか持っていきたいという思いがあります。はい、はい、私がチャレンジし続ける原動力は次世代のためにです。あの弊社は300年企業を目指しております。で、まあ、私はあの今日のですね、松谷さん北村さんと違ってまだあの社長という立場ではないんですけども、まあ、あの今後ですね4代目として、会社をですね、経営していく上でやはりしっかりと次 の、 あの世代にですね、自分の代よりもいい状態で次の代に渡していきたいと、そういうように感じています。はい、私のチャレンジする原動力っていうのはあの達成感です。はい、まあ、ものづくりをさせていただいてるんですけども、あのやはりそのうまくいかないことの方が多いんですよね。で、まあ、世の中のゼロから、まあ、1を作るっていう、まあ、お仕事をさせていただいてるんですけども、まあ、こう紆余曲折しながら最後になんかこう自分たちの目標や成果物が、まあ、できた時のその達成感で、まあ、それを、まあ、あの個人じゃなくて、まあ、あの会社っていう組織でやれた時っていうのはあのすごくあのなんて言うんでしょうか、まあ、達成感が出るので、まあ、それを、原動力にしています。はい、ありがとうございます。